左沢立山城は、出羽国村山郡佐賀江う左沢にあった、日本の城である。城跡は、国の史跡である。左沢は、最上川の流れに臨み、芋川渓谷を経て、追玉地方と村山地方を結ぶ、軍事上の用地であった。南方には、鎌倉時代に築かれた富沢立及び、対岸の福熊立があり、東には、 佐賀江の平野が眺望できる立山の上に、左沢立山次郎が築かれ、左、沢氏が入った。左、沢氏初代元時は、大江時持の次男であり、時持が南北朝の騒乱に備えて、白岩、芝橋、佐賀江、溝延などに一族の指定を排して、守りを固めた際に、左沢に配置された。元時は、 大安元年、昭平二十三年、最上氏との漆川の戦いで、敗れ一族六十数名と共に自害してしまうが、子孫は代々、左沢立山次郎を守る。左、沢氏から、吉川宗家に養子として入った、吉川清近が、永生十一年に、伊達氏との抗争で戦死して以後、左、沢氏の系譜をたどることはできないが、 天正二年天正最上の乱で伊達川について立ち働く様子が見られる。天正十二年佐河江市が最上市により滅ぼされると最上市の支配下に入り、慶長では合戦では、なおへ金継ぐ配下の分隊による攻撃を受けたようで、ある。源那八年最上市が海域になると、左沢藩主、堺直寺に引き継がれるが、官営年間小市側に、 新城を築くまで、その機能を果たした。左沢立山城跡は2009年2月12日に、国の史跡に指定されている。本丸、二の丸、三の丸及び三の丸北高地からなり、東西1300メートル、南北600メートルに及ぶ。本丸には、上官と佐賀八万宮から勧進された八幡田社があり、鬼門にあたる東北部には、巨海委員が置かれた。 二の丸頂上は、戦場時期と呼ばれる、平坦地になっており、眺望が良い。三の丸は堀切により、二の丸から切り離されており、堀切は、左沢から、佐賀江、八地、大石田へ通じる主要街道であった。三の丸南斜面及び西端には、寺社が配置され、現在でもその痕跡を見ることができる。以降、不明居会員は、佐賀江正地衣もの来た。 寺山の大門跡近くにあったという。左沢元時が、左沢縦、山城追記にあたり上中に移されたと考えられる。現在の巨海院は、堺直寺の新城建築の際現在地に移されたもので、その山門は、慶安元年新城から移築されたものである。大江町の文化財の一覧山形県西村山群、大江町公式 HP ハット。 もがみよしみつ文言帳 P89。グラニュー八7875国。左沢立山城文化遺産オンライン。公式 HP ハット。山形県中世上官遺跡調査報告書。第2週、P162。二安中かぼう佐賀江市小江市並びに関係資料 P100 から101。もがみよしみつ文言帳2300国。立山公園。 大江町観光物産協会 HP2018 年8月3日閲覧左沢立山城遺跡調査報告書 P7 ありがとうございます